子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは、しょうさんです。本日はレコードの紹介なんですが、これジェリー・マリガンナイトライツ。このレコードとの出会いは金沢行った時にジャズスポットボクネンさんというところで、まあ、お酒飲んでたんですよね、一人で。その時頼んだのがラガブーリの16年、まあ、ニートで頼んで飲んでた時にたまたまボクネンのマスターがかけてくれたレコードだったんですよね。でその時にレコードの写メを撮らせていただきまして、後々、まあ、帰ってから探して、まあ、入手したのがこの2007年版の名盤 LP100 選っていう国内版になります。まあ、それを手に入れて、まあ、自宅でも聴けるようになったんですが、まあ、オリジナルのレコード、それが聴いてみたいなと思ってずっと探してたんですよ。まあ、時々ヤフオクに出たりするんだけど、まあ、状態がそんなに良くなかったりして、まあ、こう見送ってたんだけど、この間2つ2枚出たんですよね、あの状態が良さそうなやつで、それずっと追ってたんですが、まあまあこう値段がすり上がっていくわけですよ、思ってた以上に。で最終的に1枚の方がですね、これ44件の入札で5万6000円で落札になってます。こっちの方が、オランダのオリジナル版、モノラル版ですね。コンディションの方は、版質が M-、ミント-、ジャケットの方が VG+ ですね、ベリーグッドプラス。で、それディスコグスの方に行って相場を確認すると、最低の値段が2277円、で中間点で5375円で、最高取引が1749円。まあ、って考えると、まあまあ相場より上がってるなって感じですよね。でもう一枚の方、ヤフオクに出てたので、そちらが US 版の、まあ、初期版になるんですが、入札件数が35件で落札価格が3500円。でこれも、ディスコグスの方で確認しましたところ、最低値が6298円で、中間点が9656円で、最高価格が2581円。まあそう考えるとこっちの方はそんな高くないのかな。まあ、状態の方が盤面が全てニアミントですし、まあジャケットの方が EX エクセレントという意味ではそんなに高くないのかな。まあ、それにこっちの方があのプロモ版なんですよね。まあ、プロモ版っていうことと状態を加味するとそんな高くはないのかな、3500円で。これが今度 eBay ではどうなってるかというと、ちょっとこれ比較にならないかもしれないですね。版の状態が VG+、 ジャケットの方も VG+ で、 US ドルで 189.95 ドル。この状態で200ドル近くっていうのも、全体的に相場上がってるんですかね。でもその傾向はありますよね。結構探してって2年以上経つもんな。もう早いところこの版に関しては決着つけたいですけどね、値段がもっと上がる前に。でこのレコードはこちらの本でも紹介されてるんですよね。小川隆夫さんのレーベルで聴くジャズ名盤1374、こちらの方でも紹介されてます。でこの本は42個のレーベルを紹介してありまして、大名盤、あと名盤、あと個人的おすすめなんかをこう交えて紹介してるんですよね。私はこのような本は何て言いますか、こうどこから聴いていこうかなとか、あの手をつけていこうかなっていった、こうなんていうんですかね、聞き進めるための地図として利用しております。でこのレコードはシェリーマン、ジェリー・マリガン、アート・ペッパー、スタン・ゲッツ、チェット・ベーカーなどの白人勢がメインであるウエスト・コースト・ジャズの一枚なんですよね。ハリウッドという土地柄的にも40年から50年代の、まあ、映画音楽やミュージカルを題材とした非常に親しみやすい曲も多いんですよね。まあ、そういう曲は、まあ、たくさん演奏されてきて、スタンダードナンバーとして現代にも受け継がれています。
まあ、スタンダードナンバーって入ってると安心しますよね、まあ、聞き慣れてるんで。あとハリウッドですからね、まあ、当時のジャズメンたちは女優さんや、まあ、美人の歌手の人たちとの色恋沙汰も多かったらしいです。まあ、このマリガンも例外なくプレイボーイの一人だったようですね。まあ、そういうセレブ同士のお騒がせっていうんですかね、昔も今もあんまり、まあ、変わんないですよね、西海岸の、まあ、雰囲気的には。まあ、あったかいところだから、まあ、陽気なんでしょうかね。いいですよね。ジャケットの美女率も高いですもんね。まあ、見えないところで、まあ、そういった何かが関係してるんですよね、きっと、まあ、東海岸に比べて。でこのレコードの曲を紹介していきたいんですが、このアルバムタイトルになってるナイトライツね、まあ、これ1曲目なんですが、ここナイトライツ、この曲は1963年に録音された曲で、レーベルはオランダのフィリップスになります。でメンバーがジェリー・マリガン、バリトン・サックスとピアノ、ジム・ホール、ギター、ビル・クロウ、ベース、デイブ・ベイリー、ドラムス、アート・ファーマーがトランペットと、フリューゲル・ホルン、ボブ・ブルックマイヤーがトロンボーンのセクスセットになっております。でリーダーのジェリー・マリガンはバリトン・サックスピアノなんですが、バリトン・サックス一番大きなサックスですよね。下から数えたら4番目、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンで、基本的にピアノレスのスタイルなんですが、アルバムタイトルの1曲目の先ほど申しましたナイトライツはマリガンがピアノを演奏してるんですよね。その曲がもうグッとくるものがあるんですよね。ジャケットのこんな感じですよ。まあ、ビルの夜景が川かこう海かにこう映ってる感じなんですが、まあ、ウイスキー飲みながら聴くとすごいリラックスするんですよね。このウイスキーの香りとアコースティック楽器の響きがですね、現代人の脳とすり減った神経を整えてくれるんですよね。今日はちなみにこれ飲んでやってました。ブルックラディ蒸留所のポートシャーロット、スコティッシュバーレイ、フェノルジ 40ppm とヘビリーピーテッドですが、非常にエレガントなんですよね。このエレガントなフィーリングは、まあ、ポートシャーロットの10年と同格な感じがします。まあ、タリスカーなどのスモーキーなモルトが好きな人にはおすすめです。お疲れ様です。ちなみにこの蓋付きのグラスは香りを閉じ込めるためのものです。まあ、大体このグラスで飲んじゃうと美味しくなっちゃうんですよね。このグラスおすすめです。コニッサーズグラスっていうのかな。で話を戻しますと、まあ、アルバムのね他の曲もいいんですよ。まあ、ボサノバがあったり、まあ、聞きやすさもありますし、こうロマンティックな内容、まあ、フィーリングがあるんですよねこのアルバムは。まあ、個人的にも非常におすすめしたい内容となっております。下の概要欄の方にも楽曲のリンクの方貼っときますんで、ぜひ聴いてみてください。というわけで本日はジェリー・マリガンナイトライツのレコードの紹介でした。また面白いことありましたら紹介していきますんで、チャンネル登録まだな方、あと高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。